こんにちは、速稼塾の久保です。なんか雨のせいかちょっと肌寒いですね。一般公開動画で今回の FX オリギャルヒのカリキュラムお届けしようかと思います。まあというのがね、138円に達するということでお話をしてきて、その先日もお話してきました。まあ通常ダブルトップからの下に行くパターンなんですけども、今回はそういうのを押し切って、これはね、上の上昇の圧力の方が強かったよってことを力説したんですが、まさにそうなってですね、2つの天井を突き抜けて、138円をしっかりとオーバーしてくれましたね。速報の方でも、まあ、138円を突破ということで出たんで、まあ、かなり、衝撃的な価格ではあったことは事実です。やっぱり国内景気、それから、輸入産業ってのはかなりの打撃を受けてると思いますけども、私たち FX をやってる者にとってみてはそれはどっちでもいいことというふうに言えます。ですんでね、ちょっとこちらの方をご覧いただきたいと思います。まあ、ですんでしっかりと FX で稼いだ分はしっかりと世の中でね、お金を使って経済を回していって、やっぱこう金利差によって打撃を受けたそういった企業を救ってあげたいなという気持ちに私はなるんですけども、いかがでしょうかね。で、上昇トレンドっていうのはこういう風に立ち上がってきてるわけなんですが、その角度が急になってましたよね。で、昨日の材料があった後、すぐに引き戻されてはいるんですけども、ただ、だからこそ、ダブルトップがここで形成されているところがね、如実に出てくるわけなんですが、まあ、このダブルトップをね、抜いても、もう遜色ないぐらいの勢いですよ、これは。この上昇トレンドは。他の時間軸見てもそうですけどね。まあ、どうやっても、これ右肩上がりにしかいかない、円安にしか向かわないチャートの形です。他の時間軸もオリガルヒの皆さんとは一緒に見てきたんですけども、まあね、これ少々のことがあっても介入でもない限り、これ138円にね、まあ今日中に、まあ遅くても明日には行くかなと思ったんですけども、今日行ってしまったんで、全てのポジションを決済して、一応私の方はね、これで店じまい、今週は終わりということにしようかと思います。というのがね、勝ちすぎた時ってやっぱ頭がね、冷静になってないんですよ。ですんで次のエントリーで失敗する可能性があるのと、あとはね、勢いに任せておかしなことをする可能性が非常に高いんで、ポジションを持たずに相場解説だけをやっていくっていういつものスタイルで、冷静に冷静に発信に重点を置いてね、皆さんのトレードのお手伝いをしていくことを心がけていこうと思います。やっぱりね、自分でトレードしながら解説するのって非常に難しくって、セオリー通りにお伝えしたいところを、あ、でも実は今回はこうなんだよねみたいな、テクニカルと反していく時の説明っていうのが非常に難しいんですよね。今回はそのうちの一つだったと思いますけども、まあ十分ご理解いただけたのと、まあでも今回はね、さすがにダブルトップが見えたとしても、これ138円今日か明日中に突破するでしょうっていう風な気持ちにはなったと思うんですよ。で、その気持ちが、つまりは、セルにポジションを持つ人をあんまり寄せ付けなかったんですよね。というのが、やっぱりこれ、勝手にチャートって伸びていくわけではなくて、買った人、もしくは売った人がチャートを操作してますからね。つまり私たちのことなんですよ。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、かなり、大金を儲けたんじゃないですか。やっぱりこう、昨日の深夜3時からストーリー申し上げてましたからね。3時、6時、そして9時半。で、今、12時ぐらいですけども、このペースで相場解説お届けできたら、やっぱりね、なぞっただけでも、極端に言ったら勝てるわけですよ。少なくとも勝つ可能性非常に高くなりますし、おそらく、ご自身でいろんな算段を立てたとしても、多分一人で考えて一人で実行するよりか、まあ私みたいなものがね、私はこういうふうに思うからこういうふうにしますよって言ったのを聞いた方がね、あ、だったら自分も自信を持ってエントリーしようかなっていうふうな気持ちになると思うんですよ。もしくは私の解説と、まあ視聴されてる方のね、相場の読みっていうのが違ったらなんで違うのかなっていうふうに考えると思いますし、もしくは私の方にもね、こういうふうに考えたんだけど何が違うんですかみたいなご質問いただけると思うんですよ。そこが進化になりますからね。だから、どちらかというと順調の時よりも、スランプの時の方が自分の実力上がりますんで、まあ今回は楽に儲けさせてもらったということではありますけども、ただ、実力がついたかどうかはまた別のことですから、それはそれでまたね、学んでいきましょう。それでは、本日は以上ですね。また午後も配信するかもしれませんけども、まあでももうね、言うことがないんですよね。今日138円に行っちゃったんで。今度目指すのは139円とかになると思いますけども、果たして今日は明日中に行くかなと。これはちょっと行かないんじゃないかなと思いますからね。一旦ここで手締まいする投資家が多いと思いますから。まあ特にね、年間数千万の利益出している方っていうのはここで終わるんじゃないですか。あとは、巨額な投資家さんが、なんかのね、意図を持って、
いきなりドル円市場に流れ込んでいくかどうかってことですけども、その辺まではね、私たちにわかりませんよね。はい、じゃあ本日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。